皆さんこんにちは、音姫子の簡単クッキングの時間です。今日はオクトパスを使った姫子のオリジナルレシピです。さて材料を紹介しましょう。今朝明石で仕入れてきたもう新鮮なオクトパスです。まあなんて新鮮なハンサンボー、先生メッセージ。そしてポテト、オニオン、パープルオニオン、秘密のお粉、人粉です。さあオクトパスをさばいていきましょう。ここで一番気をつけなければいけないことはオクトパスの炭。この炭袋を傷つけちゃうとダメ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 よ、ね、私のようなプロフェッショナルなら OK。 さあです。やっぱり明石のタコはぶつ切りよね。先生オリジナル料理はデリシャス